アルチョム・イゴレビチ・ボロドリンは、ロシアのフィギュアスケート選手。2010年バンクーバーオリンピックロシア代表。2009年ロステレコム杯3位。2008年世界、ジュニアフィギュアスケート選手権2位。1989年3月9日、ペルミ州ペルミで生まれる。弟は元フィギュアスケート選手で、コーチのセルゲイ・ボロドリン。2006年から、モスクワのエレーナ・ブヤノワに指示。 2006から2007シーズンの ISU ジュニアグランプリで2戦続けて2位となり、2007から2008シーズンの JGP ソフィア杯で初優勝。その後、11月に練習中の転倒が元で、右足かかとを骨折するが、2008年1月にはリンクに戻り、2月の世界ジュニア選手権では2位に入った。2008から2009シーズンは、 ISU グランプリシリーズに参戦している。2009から2010シーズン、ロシア選手権では3位にとどまったものの、バンクーバーオリンピックと世界選手権の代表に選出された。世界選手権のショートプログラムでは、トリプルアクセルの着氷後に、右足のエッジが割れたため途中危険となった。2010から2011シーズンは怪我のためあまり、試合に出られなかった。同時期に、 エレーナ・チャイコフスカヤとウラジミールコーチンのもとに移籍するが2012から2013シーズンに引退。引退後はチェスカ・モスクワでコーチをしていたが、2017年にクスカを退職し、現在は弟と共にモスクワ近辺で講座を開いたりしている。AB 国際スケート連盟によるバイオグラフィー、ワールドフィギュアスケート35新書館、2008年12月、 P52 ありがとうございます。